もしもし、かほこです。はい、今日はですね、何をするかっていうと、この前、ケミオさんがたぬきちメイクをされてるのを YouTube で拝見させていただきまして、私もやりたいなってすごい思ったので、今日はたぬきち風メイクにやって挑戦していきたいと思います。イエーイ。で、最近ね、おうち時間が増えて、てかもともと私おうちがすごい好きなので、おうちに出るのあまり好きじゃないので、基本的にいつも家にいるのでおうち時間って全然苦じゃないんですけど、あつ森、そう、あつ森すごい好きで、最近ね、やってるの。みんなもやってますか？あつ森すごい頑張ってるのに、ずっと島の評価が星1だったんです。で、昨日まで星1だったんだけど、頑張ってね、お花を植えまくったら、今日の朝ね、しずえさんにね、尋ねてみたら星3になってました。飛び級です。はい、ということで早速たぬきち風メイクやっていくんですけど、今日はキャンメイク縛りでたぬきち風メイクに挑戦していきたいと思います。と言っても私、キャンメイクのコスメあまり持ってないんですけど、早速やっていきます。で、ベースメイクはね、もう終わってます。で、たぬきちさんのお顔が結構茶色いので、それを表現していきたいんですけど、あんまりね、茶色くならないと思うんですけど、まずこちらキャンメイクシェーディングパウダーフェイスカラー03番をね、使ってお顔を茶色くしていきたいと思います。茶色くなるかな。あ、でもここだけ茶色くなってるね。はい、こんな感じになりました。あまり茶色くならなかった。ちょっとおでこにも塗っていきます。目のところにはちょっと塗らないです。はい、こんな感じで自然な小麦肌に、ね、なりました。続いて目の周りをね、茶色くしていくんですけど、じゃじゃん、全くキャンメイクのコスメじゃないんですけど、ちょっと汚いんですけど、楽天じゃなくてアマゾンで買ったやつです。確かフェイスペイントです。この茶色いお色味をですね、肌に塗っていきます。この目のところ、むずっ、いい感じじゃない。で、目のところはね、塗りつぶさないように、どこら辺にしようかな。はい、こんな感じになりました。たぬきちさんってすごい目がうつろな目をしてるので、写真を見ていただけたらわかると思うんですけど、なんかね、こう斜めにシューン、こんな感じで入れていくの。うん、いい感じ。キャンメイク縛りにしようと思ったんだけど、キャンメイクのコスメが全く持ってない。そしたら次、たぬきちさんの白目の部分を塗っていきます。さっきのフェイスペイントのこの白いところ、綿棒を使って細かい部分は塗ったらすごいいいよ。めっちゃ発色良くない？はい、こんな感じです。では反対もやっていきます。はい、こうなったら、たぬきちさんは青いカラコンを入れてるので、なんかここら辺を混ぜて、まあ、茶色じゃない、紫、ブルー、水色、なんかこの色を混ぜて、カラコンをつけていきます。かわいい。はい、こんな感じでたぬきちの目は完成しました。イエーイ。で、あともうラストスパートなんですけど、お口がね、たぬきちさん茶色いので、じゃーん、
キャンメイクのアイニュアンスアイシャドウ32番というものを使っていきます。めちゃめちゃ汚いです。この茶色い色をですね、指にとってこう円をね、描いていきます。もうちょっと黒くしたいので、さっきのフェイスペイントのね、黒もう全然ないんですけど、黒をちょっと中心部分に。いいんじゃない？どう？どうかな？これでもすごく可愛いんだけど、もうちょっとね、あのお肌にオレンジ味を足してあげるともっとタヌキチっぽくなる気がする。あのキャンメイクのオレンジのアイシャドウは持ってなかったので、こういうアマゾンでね買ったんですけど、昔なんかカラフルなパレットのなんかオレンジを使って。キャンメイク縛りとかちょっと忘れてくださいまあ何でもいいんですけど、オレンジのアイシャドウをこの目のところに塗ってあげる。はい、ということでタヌキチ風メイク完成いたしました。イエーイ。はい、すごく簡単だし初心者向けメイクだと思うんですけど、すごくクオリティ高いわけではないけど、タヌキチってギリギリ分かってもらえるレベルまではいったんじゃないかなって思います。はい、お昼過ぎたのでこれからご飯を食べようと思いますので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ダナモー。